さあこの位置からのフリーキックです。狙ってくるんでしょうか。さあ固まっている、そのままいった、決まった、ゴール。後半残りわずか、スベンヒカン勝負を決めてきた。このフリーキック、相手はやっぱりやられたという感じでしょうね。やっぱりね、セットプレーですから集中力が上回った方が結果しますね。さあ画面にはリプレイが出ています。下澤さん、スベンヒカン対ブラジル。本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の見どころをお話しください。そうですね、僕はこの戦いはね、前半から点の取り合いを期待してるんですよね。まずはそういったところでしょうね。はい、スベンヒカンとしては多分最初から飛ばしてくるかもしれませんよね。
さあキックオフまであと少しです。さあ前半スタートです。スベンヒカ3トップのようですね。そうみたいですね。さあここまで上がってきました。行きますね。小さく出した。激しく奪い合います。右に出してカカ、縦にボールが出て、ここからマンシーン、カカカット、これはファールの判定。リスタートが早い。いい攻撃だ。速攻になる。チャンスになる。さあ打っていった。ゴール。前半10分です。スベンヒカ先制点をもぎ取りました。しかし一人で持っていきまた素晴らしいシュートを打ちましたね。本当ね、体の使い方、手の使い方が非常にうまいんですよね。ああいったプレーができるのが大きいですね。さあ画面にはリプレイが出ています。スベンヒカまずは1点先行しています。こちらがどうしてはね、ここでちょっと面白くなりましたよね。前へゆっくり送ろうという場面です。リターンを受けてマイコン、今日のキャプテンです。ちょっといいでしょうか。ホーム側なんですけど、もっとサイドを使えというようなアピールをしてましたね。なるほど。ここで激しい流し込んで、いやーすごいですよね。はい、非常に整備能力の高い選手です。果敢に奪いに行きます。また奪った。短くつなぎます。ブラジル、さあここまで押し上げてきました。さあ追い上げたい。マンシーうまくコースを塞ぎます。競り合った。ボールを回していい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。一人で上がります。シュートに行く。左足決まった。スベンヒカまたリードを広げます。やってくれます。この男、場内が大歓声に包まれます。いや、彼の突破力は素晴らしい。自分のチャンスを作りましたね。スベンヒカ2点を取って、さらに動きも良くなってきているようですね。そうですね、余裕ありますからね。ここからの組み立てが大事です。ロナウジーン縦に送ります。スペースへ出た。この選手にボールが渡る。うまいですよね。セービングには非常に定評のある選手です。スライディング右へ出す。さあどうする。ここは戻します。軽く出して、ここにカカ、まだシュートは打っていません。おお。さあ一気に前線へ送った。よく守ります。ここでホイッスルが鳴りました。前半が終わりました。現在2対0です。見ていると前半の中田あたりから急に激しくなりましたね。ねえ、前半の最初の頃はね、ほぼ互角の動きを見せたんですけどね。スベンヒカとしては相手が徐々に精細を変えていくところをうまく切り込みます。さあ後半に入ります。ハーフタイムでの交代はなく、前半と同じメンバーで始まっています。今いいでしょうか。アウェイ側なんですけど、ピッチ脇で誰かアップ始めてますね。動きそうですね。なるほど、そうですか。中へは開きましょう。よく守っている。右へ出した。お、いいでしょう。マイコン、まだコースを探しています。まだ諦めていません。シュート、おっと際どいボール。
ですが北澤さん、今の攻撃なんですが、今相当長い距離を走ってきたんですよね。そうなんですよね。ああいったプレーが相手にとって脅威になる時もあるんですよね。右にさばいて壁を使います。遠回ですね。おっと、危ないところでファールです。さあこの位置でのフリーキック、いい攻撃、危ないところでした。大事なところ、中央から行った、中来てるぞ、ゴール前だ。さあ狙っていった、入った、3点目、スベンヒカン5度目となるゴールでしょうか。ゴールネット左守備にさっくり決まった。スタジアム中が大歓声で触れています。ここから返していくと考えなければいけないんでしょうけどね、ちょっと辛い感じですよね。さあ、さあスベンヒカン3点リードしています。カナリア軍団が攻めます。ブラジル苦しい状況です。ここは落ち着いていきたい。ファールがありました。フリーキックになります。さあ競っていく、外へ開いてきた、今いける、おっとまだ残ってるか、攻め上がったんですがここはうまくいきません。さあ北澤さん、はい、スベンヒカ現在3点リードで試合が進んでいます。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。ここで受ける、再びチャンスになった、遠くから行った、ヘッドでの競り合い、左へ回して、左サイド、かっこいいですね。二人いますよ。ここで上です。さあこの位置からのフリーキックです。狙ってくるんでしょうか。さあ固まっている、そのままいった、決まった、ゴール。後半残りわずか、スベンヒカン勝負を決めてきた。このフリーキック、相手はやっぱりやられたという感じでしょうね。やっぱりね、セットプレーですから集中力を上回った方だと話しますよね。さあ画面にはリプレイが出ています。北澤さん、さあスベンヒカン4点リード、スベンヒカンですね、痛い方だけという感じですね。点差でしょう。ブラジル決定力の差が現れています。カメラさん、ロスタイム2分です。今紹介がありました、ロスタイム2分です。さあ後半ロスタイム、さあ前で味方が待っています。競り合った、左へ回す、いいですね。細かいボールの奪い合い、あった、危ないプレー、あっとここで終了の上です。スベンヒカン勝ちました、大差での勝利です。それにしても北澤さん、今日の試合ですがどのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついてしまいましたよね。スベンヒカンとしては申し分のない試合だったと思いますから。